あまり乗り出すと落ちるぞ。アウメダラの船を探しているのか。海を見ていたのよ。海を？そう、波を思い返しながら。シスロディアの冷たく白い峰、メナンシアの豊かな緑、カラグリアの苛烈な荒野さえ、大地は脅威に満ちている。でもメナンシアの死の湖やニズの荒廃は、あれをもたらしたスルドブリガは間違っているわ。二度とスルドブリガが起きないようにしたとして、それでどうなるんだろう。ダナとレナは。あなたはどう思うの？俺はメナンシアで見た可能性を信じたい。いつまでもこんな争いが続くのは馬鹿げている。あの国でできるなら他でもできるはずだ。そうね、私もそうなればいいと思う。そう思えるようになった。随分変わったな。正直に言うと、最初はダナ人を見下していたのは事実よ。でもここまでの間に見てきたいろんなもの、醜いもの、嫌なものもたくさんあったけど、それは必ずしもダナのものばかりじゃなかった。そしていいものの全てがレナのものでもなかった。気高さ、残酷さ、そこに種族は関係なかった。そうね、私は変わったかもしれない。こんな風に自分から誰かに触れようとしたこともなかった。ベネギスにいた頃から私はずっと一人、ダナに降りてからもずっと。今もか？あなたの記憶はまだ戻らないの？ああ、戻りそうな感覚はあるんだが、仮面が邪魔してるらしい。記憶が戻ればその仮面の正体もわかるかもしれない。そう思うと皮肉ね。まあな。シオンの方は茨が溶けるまでもう一息だな。スルドはあと二人だ。そのマスターコアが手に入れば例のレナス・アルマができるんだろ。そうすればイバラも、シオン。ごめんなさい、何でもないわ。そうね、終わりは近い。私一人ではここまで来るのは無理だった。感謝してるわ、みんなにも、あなたにも。礼なんて必要ない、俺たちは仲間だ。そうだったわね。あとどのくらいでアウメドラに追いつくんだろう。マハバルに聞いてみよう。
よう起きたか。ちょうどいいところに来た。見えたぞ。あれか、でかいな。ロー、みんなを集めてくれ。気づかれずに横付けできるか。ああ、幸いヨギリが出ているからな。あとは音で気づかれなければってとこだ。気づかれたらどうなる。そりゃあまあ、逃げる間もなく海の藻くずだろうよ。できたか。やはりハエとはいえ確実に潰しておくべきであったの。うるそうてかなわぬ。もう腹が空いたか。よい、わざわざ餌の方から出向いてきたようじゃ。いいぞ、うまく横付けできた。いつでも脱出できるように俺はここで待機しておく。よし、行こう。アウメダラを探すんだ。数年でこれほどのものを作り上げたものだ。あるいはケルザレクが物資を横流ししていたか。だとすればこれもまた私の不始末になるか。メナンシアからだけとは限らないわ。他の国からもか。あり得るな、あの女なら。けど自分の国を捨ててこんな船に逃げ込んで、アウメドラはこれからどうするつもりなの。バタウル限りの財を積み込み、高みの見物を決め込んだ上で漁夫の利を狙うといったところだろうな。あいつならやりかねないよ。力ある上に狡猾で手段を選ばない、危険な相手だぞ。スルドの霊に漏れずだろ。これが最初じゃないさ。ためらわないのね。ああ、笑いながらあんなことができる人間を野放しになってできない。そうね。こんな時に持ち出す話でもないのだが、ん？君の仮面がそんな具合になっているのはカラグリアでビエゾの一撃を受けたためだそうだな。ああ、あの時は肝が冷えた。スルド・ビエゾは旅力だけなら5人のうちで最強だった。その一撃で半壊にとどまるとはダナのものではあるまい。前にシオンにも言われたよ。そんなものをかぶっている俺は一体何者なのかって。反壊した時に名前を思い出したとも聞いた。ああ、全部壊れた時どうなるのか正直考えるのが少し怖い。けどそれを恐れて何もしないのはもっと怖い。だから今は戦い続けるさ。夜と相対した者だけが不次を見る。なんだって。なんでもない、忘れてくれたまえ。
困るわ。ああ、まだまだ鍛えねえとな。問題なさそうな相手だ。絶対勝負と出せるな。危ない。倒れろ。暗いでしょ。超連打だ。俺は止められねえぜ。邪魔よ。やれるな。バラバラにしてやる。これで終わりだ。俺は止められねえぜ。
険用と見てまず間違いあるな。あの女の考えそうなことだぜ。ここでも。さあ行くぞ。我が主のために。まずは防御を崩すと拘束する。こう飛ばれるとやりづらく守りだね。足を頼めるか。任せて。くそ、なんて速さだ。おなし、私が絡め取ろう。決めて使用バッテンで。やらせて。相手も術を使うか。ぶっ潰してやる。陣内漏洩かけ。やっべ、やっべ、決めて。ディグル精霊力を叩き込む。やっべ、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 なぎ払う。そんな子だった。うそ、うそ、うざいだ。任せたまえ。俺の真骨頂。逃げて。物残さず。逃げるぞ。逃げ払う。ライバル。確実についてる。なんか機嫌いい。この頃ついているみたいだ。容赦しないわよ。炎で倒れろ。行きましょう。ああ、問題ない。使
えそうな装備。あら、新たな力が手に入ったな。このバカでかいのは何だ？ひょっとしてこの船の機関部か？ご明察だ。これだけ大きな船となればこうもなろう。ってことはこれをぶっ壊せばこの船を沈められるかもしれないな。その前に我々が脱出できるかどうかはともかく。7年の間にアウメドラはこれだけのものを作ったのですね。いや、彼女ではあるまい。この船はアウメドラが作ったんじゃなかったか？船体はそうだ。だが機関部はおそらく星船のものだろう。星船？レネギスとの行き来に使われる星船のこと？レネギスや星船に用いられている技術は普段我々が扱っているものより数段高度だ。いかにアウメドラといえども自前で作るのは容易ではあるまい。それってつまり空の上には今よりもっと厄介な敵がいるってことか？頭痛くなってくるな。今それを考えても仕方がない。アウメドラのことだけに集中しよう。
戦力増強だな。禁物だな。邪魔よ。あの顔しか。はい。だから。ロンドテープ。やっと。やっと。泣き払う。交流レンゲと。分かったぜか。こう飛ばれるとやりづらい。仕方ねえ。行くしよう。頼めるか。おい、やられぬ。泣かせろ。相手も10分か。行けるぞ。重装ライバル。今だ。やっと光を強力。天元召喚。俺は止められねえぜ。
しかない。叩き捨てる。剣王かな。真空超エンジン。やけに立派だな。この部屋は修礼機といい、このこれ見よがしな杖の尽くしぶりといい、アウメドラの居室と見て間違いあるまい。だが物気の殻みたいだな。ああ、たまたま外してるって感じじゃなさそうだ。逃げ出したか。また何か企んでいる可能性の方が高いでしょうね。あり得るな。どのみち空を飛べるのでもない限り、この船のどこかにいるのは確かなんだ。他を探そう。見つけろと言わんばかりの旅の置き方だな。こういってことだろ。なんだかって。怖いの？スルドの部屋だからか。それだけじゃないんだ。なんだろう。
これは船の積み荷？邪魔ね。先が全然見えないわ。気をつけろ。どこに敵が潜んでるかわからないぞ。自分の部屋にいないとなると、アウメドラのやつどこに行ったんだ。環境という可能性もあるが、我々を待ち構えているという方がありそうだな。となると思う存分戦えるような場所か。気をつけて。あの女、魔法使いだった私の一族を皆殺しにしたんだ。たった一人で。悔しいけど
ものすごい精霊術の使い手だよ。風を操るのに長けているのは当然として、何かまた化け物を繰り出してくるかもしれないわね。ああ、命をもてあそぶのが趣味らしいからな。ここらで終わりにしてもらおう。どこにもいなかった。あとはこの先だけだ。アウメドラ、アウメドラだ。こんな場所に一人、気をつけろ、また何か企んでいるかもしれない。待ちくたびれたわ。おや、結局お前も来たのか、ダナの魔女。アウメドラ、どうした、わらわが憎いのであろう。その力を存分にわらわにぶつけてみやれ。さなくばおとなしく縮こまっているがよい。やめろ、お前はなぜそうやって笑いながら他人を傷つける。それが力ある者のあり方、レナのあり方だから。力ある者はそれを示し、力なき者はそれに従う。そちらの二人は忘れ果てたようだがね。行き着く先が巨水の海でも、まだそれが正しいというつもり。た、奴隷の運命とわらわのそれはおのずと異なる。それにニーズの奴隷を煽ったのは確かにわらわだが、どれほど風で煽ろうと、そこに火種がなければ火は燃えたと。言うなれば、あれらは己自身の憎しみによって滅ん、わらわを責めるのはお門違いというのじゃ。心に染み一つない奴なんているもんかよ。それでもお前みたいな奴がいなきゃ踏み外すこともない。一番邪悪なのはお前みたいな奴だ。愚か、これだけ我らに挑み続けながらまだレナの何たるかを理解できない。300年奴隷に甘んじるだけのことはある。アウメドラ、これはティオハリ向き。我が友人たちを愚弄するのはそのくらいにしていただこう。かくいう御身はすっかり下船の真似事が板についたご様子。言うにこと書いて奴隷を友と。なるほど、今の御身には鋭よりルタクの身こそふさわしい。ティオハリムはお前なんかと違うよ。リングル、人を溶かして笑うお前なんかと同じなもんか。ならばどうする。知恵と力を枯れるに任せた愚かな輩の末裔が。お前たちは恐れたが、わらわは恐れぬ。わらわは知恵を、力を滑る。ミア、その力がどれほどのことを成し得るかを。メズメルド。
叩くわよ。
殺さないよ。リンベル。行くよ。やっぱり。そんな簡単に捨てられない。でも、ここでただ憎しみをぶつけたって。気が晴れるのは今だけだって。そう思ったから。だから、殺さない。捕まえて、今度こそちゃんとした裁きを受けさせる。情けをかけてわらわを侮辱する気か。ダナの奴隷の分際でわらわは断じて。あんたの意思なんかどうでもいい。ダナかレナかもどうでもいい。ただ罪を罪として償わせる、それだけだよ。あの時の、ボルラン卿、なぜここに。いえ、大自在の御身のこと、理由は問いませぬ。わらわは御身に。耐えずるな、蛇めが。痛いか。その苦痛こそ孫を刀奇声の証。楽しめ。数年前、ガナス・ハロスのスルドが急死し、後任がついた。その時聞いた名が、ボルラン。来たぞ。恋焦がれる者のごとく。
に。この地獄から解放される。帰れるんだ。この機械の館も見納めか。どうせすることもない。少し歩こう。